焼き鳥切りました。秋のうつつを切り裂く電光の末足、電光兄の佐藤純助手です。よろしくお願いいたします。春一年、クラシックを戦ってきて、秋最後の一冠となりますけども、現状状態としてはどうですか。良くなってますよ。使ってやっぱり1回使ってね、休み明けを使って良くなってます。京都の内回りというコース形態に関しては、我々まあ末足自慢の電光兄というイメージがあるんですが、まあそのね、あんまり器用に攻撃で立ち回るイメージはないですけどね。この間のローズステークスが思ったより非常にいい競馬してくれてたんで、そういうあと状態の上積みとか、まあ、パワーアップした面とかも加味して、ちょっと今までよりはちょっと頑張れるかなっていう手応えは感じましたけど、ちょっと電光兄の、素の部分といいますか、乗られてて、電光兄ってどういう性格の子ですか。おとなしいですよ、とっても素直ですしね、操縦性もいい馬なんで、特に問題もないですね。人間の女性に例えると、佐藤助手の好みのタイプの女の子ですか。怒んない人が好きなんで、やっぱりね、ちょうどいいんじゃないですか、おとなしくて。女性が怒んない人、優しい人が好きなんで、優しい方がいいです。で、前後はそれに適してると。優しい子ですよ、とっても。わかりました。ちょっと残念ながらちょっと後ろいなくなってしまいましたけれども、それでは電光アンジュファンの皆さんに一言ください。一生懸命走ってくれると思いますので、当日ぜひ競馬場に応援に来てください。お願いします。競馬場にアンジュを見に行こう。佐藤純助手でした。どうもありがとうございました。